スマブラのアプリを使って誰かが作ったステージをずっと見てたんですけど、なんか面白いっていうか、なんかなんでっていうステージがめちゃくちゃ多かったんで、今回はそれをやっていこうと思います。ただのモンキーさんによる毛のなき猿です。ちょっとマジでどういうステージになってるのか見当もつかないんで、ちょっとやっていきましょうか。これが毛のない猿のステージです。どういうギミックになっているんでしょうか。右側には謎のスイッチがあるって。そんで、スイッチを押すと毛のない猿が回り始める。なんで？なんていうか、なんで？としか言いようがないですけど、これは100点です。じゃあ次行きましょうか。お次は人体というステージです。見ての通り人体ですね。スマブラで楽しく遊びながら、人体の不思議も学べる。やっぱステージ作りのいいところって、こういうところですよね。これが、人体です。なんか、スイッチが、ところどころあるので、ちょっと教えましょうか。この肺のスイッチを。肺のスイッチを。どういう発想だよ。肺のスイッチをしたら肺が回り始めるって。こっちのスイッチも。いやー、なんていうか、これの作者はあれなのかな？なんか、LSD とかやりながら作ったのかな？お、人体のステージ作ろう。ほんで、人体のステージ作って、で、スイッチをつけて、で、スイッチを押したら何起こると思う？肺が回るんだよ、みたいな。ちょっとまともな感覚ではこういうステージ作れないと思いますけど、私は好きですよ。こういう、ちょっと、まともじゃないステージ。あれ？これもしかして、肝臓の上にあるこれはスイッチ？押したら何起きんのかな？はぁ、100点。続きましては、バンクベッドというステージです。バンクベッドっていうのはまあ、そのまま二段ベッドのことなんですけど、私、一人っ子だったんですけど、めっちゃ二段ベッド欲しかったんですよね。なんか、その気持ちがちょっと懐かしくなったんで、思わずダウンロードしてみました。やったー！二段ベッドだー！念願の二段ベッドを手に入れたぞー。はぁ、次行こっか。続きましては、ぷよぷよ落ちてきますというステージです。ああ、はいはい。ぷよぷよが6匹いて、で、お邪魔ぷよもいて、で、これが落ちてくるのね。完全に理解した。でもなんか、この真ん中の青いのぷよぷよじゃなくない？これドラゴンクエストのスライムだよね。何しれっと入ってきてんのこの人。ステージが始まると、ぷよぷよが落ちてくると。そんで、ドラゴンクエストのスライムがめっちゃ主張してくる。なるほどね。デプレスドソニック。まあ、直訳すると、うつ病になったソニックなんですけど、なんか、そんな感じの顔してますね。まあ、多分ですけど、ソニックの実写映画のトレーラー見て、こんな感じになってしまった人が、作ったんじゃないかなと思いますね。続きまして、スマッシュケットボール。気になりますね。なんか、普通に良さそうです。あ、こういう感じね。この右側にあるゴールに人を入れると、こうやって強制的にアウトになる。なんか、普通にやりたい。普通にやりたいけど、スマブラやる友達がいないからできない。この動かない CPU 相手にちょっとやってみようかな。なんか虚しいからやめよう。続きましては、可愛い恐竜、ヨッシーでございます。なんか期待しちゃいますね。可愛い恐竜だなんて。可愛い恐竜ヨッシーというステージにはタイトルにヨッシーとしか書かれていないのにもかかわらず、クリボーも書かれてますね。このクリボーを食べようとしているヨッシーはおそらく弱肉強食を暗喩していますね。つまり可愛い恐竜であるヨッシーもやはり他人の命を奪って、その可愛さと命を保っているわけです。この可愛いヨッシーの後頭部には溶岩が貼り付けてあり、ダメージが受けるようにしてあるのは、可愛い恐竜ヨッシーが他人を蹴落として、自分の命を生きながらえさせた時、同時に感じている罪悪感を表しているのではないかと思います。これはヨッシーの口部分、他人の命を奪うその場所だけが、他の部分と違って、ブロック状に描写されていることからもわかりますね。いやー、深いですね。スマブラアートの世界は。続きましては、ゴミちゃんだよさんの、僕のふるさとというステージです。
果たしてゴミちゃんだよさんのふるさとは一体どこなんでしょうか。気になりますね。このステージをね、僕のふるさとっていうタイトルでアップロードするっていうのは、すごいですよ。すごい発想ですよ。しかも回るし。いやー、やっぱりスマブラの世界ってなんかすごい発想をした人がめっちゃ溢れてますね。100点。続きましてはソフレさんによる実家というステージです。これね、ソフレさんには悪いんですけど、私ちょっと特定できちゃったかもしれないですね。なんか世田谷の方にこういう感じの家に住んでる一家がありまして、で一家の家長がああいう感じのみすぼらしい髪型をしてるんで、すごく記憶に残ってるんですけど、まあインターネットの時代にね、こういうのダメだよ、あげちゃ磯野さんみたいに。続きましてはかがりゆさんによる静江なのかというステージです。もうなんかヤバみが漂ってますね。今しずえ回るのね。しかも目玉落っこちてるじゃん。もうなんていうか、スマブラのステージ作成でしずえを作って、でそのしずえさんの輪郭を全部溶岩で包んで、で目玉を落っこちるようにする、しかもしずえさんを回転させるっていうこの発想はもうやばいですね。しかもめちゃくちゃ重たいですね、このステージ。いや、なんていうか、素晴らしい。100点。いや、105点。ノバマンゲームズのカービィ人間のステージを作ったっていう人がいたんで、ちょっと検索してみたら、あったので、やってみようと思います。ただ、これノバマンゲームズなんで、ちょっと違う人のあれかもしれないんで、ちょっと違ってたらすいません。よくできますね。カービィ人間が、クラウドの剣を持って、で、これ回転するのかな？ちょっとやってみましょうか。あれがスイッチね。これを押したら回転するのかな。おおー、なるほどね。これ回転する軸ここで合ってるの？この回転のさせ方のネギ回すやつじゃない？検索したらまだありまして、今度はおずほあさんによるノバマンア空間というステージです。見ていきましょうか。これね、嬉しいけど同時になんか申し訳ない気持ちになりますね。なんかこんなものを作らせてしまって、このおっぞあーさんはなんかノバマンア空間2というステージも作ってくださってます。あと次回までに名前変えといてください。これはいいですね。まず私が見せたことない表情の私と、これ右下にいるのもしかしてだけどデスオさん、デスオさんを選んでくるとは渋いですね。またシムズの動画作ろうかな。続きまして、トップシークレットさんによるノバマンシステージ。なんか私の動画みたいな感じのステージなんですかね。開始と同時にバネがあって、私のキャラクターが中央にいて、で、右側と左側にマスターハンドとクレイジーハンドみたいな手がある。そんで、ここにはなんと、はしごがある。はしごを登り切ると、バンパーに当たる。なんだこれ。なんか、そうですね。なんか私の動画みたいですね。お、これどうだろうって思って、思いついて、勢いで作って、で、できた後に、なんだこれ、まあいいか、このまま投稿するか、みたいな、そういう感じの勢いを感じますね、このステージからは。続きまして、ノバマンさんと赤青カービィ人間、一体どんなステージなんでしょうか。もういきなり開始と同時に私の顔回ってますね。なんかこの私の顔ちょっと、長いですね。なんかスピーシーズちょっと入ってますね、これ。そんで、右側にいるのは青いカービィ人間ですね、これは。原作にはないオリジナルを作ってくださるとは、素晴らしいですね。まあでも今、赤と青のカービィ人間作ったんで、もうオリジナルじゃありませんけどね。残念だったな。続きましては、春尾さんによる、出店ノバマンさん、カービィ人間というステージです。いいですね。なんか、だいぶデフォルメされてますけど、口の中とか、なんだこの動きは。もう、てか、背景にいた私どこ来ましたこれ。あ、出てきた。ちょっと待って。カービィ人間の出来はすごくいいんですけど、これ後ろにいる私、なんでこんなことになってんですかこれ。しかもなんか、クローバーの部分くっつけるの忘れてませんこれ。いや、いいですね、カスタムステージ。もうちょっとフォートナイトくらい自由度があったらもっといいんですけど。それではまた今度、やる気が出たら。